古物件のそばにある。その曰く付きの物件になっていると。もちろん大島テルさんが乗ってるそうなんですよ。同じ部屋で4人死んでいると。その秋津駅と新秋津駅の間で異世界に迷い込んでしまったという。100億借りるでしょ。ちゃんと入金されるの。信じられない話。さあ始まりました、信じられない話。この番組は都市伝説やオカルト、実体験でも人から聞いた話でも何でも OK、 にわかには信じられないという話をゲストの方々に披露していただきます。というわけで今回のゲストの皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、じゃあ誰から行こうかな。はい、じゃあ三上編集長。はい、日本一怪しい雑誌月刊ムーンの編集長の三上武晴です。よろしく。おお、決まりましたね。そして吉田裕樹さん。はい、怪談を研究しております吉田裕樹と申します。よろしくお願いします。そして大島てるさん。はい、自己物件サイト大島てるを運営しております大島てるでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。そして松原谷さん。はい、自己物件住みます芸人の松原谷です。よろしくお願いします。おお、そんなあったっけ。これはもう狐の窓です。ああ、これ江戸時代の仕草ですね。あ、そうですよね、これ、はい、もう始まってます。なんか用意しとけば。戸谷君は今回誰にどんな話を期待してますか。はい、まあ、そうですね、三上さんとは小安田の方で何度かコラボさせていただいてもいるんですけど、他のお三方とは初めてお話聞けるんで、まあ、もう特に僕怪談に近いような都市伝説は全然知らなかったりもするんで、はい、その辺も楽しみですし、うん、もう自己物件の総本山をお二人にお越しいただいてるんでどんな自己物件トークが聞けるんだろうと。自己物件で宗教でしたっけ。総本山で言われましても総本山っていう。なんか今回2日目じゃないですか、はい、で前回はザ都市伝説っていう YouTuber が集まってやったんだけども、うん、今回有識者の方に集まっていただいてるんで、多分より深い話がね聞けると思うんですよ。確かに。それで日頃は話していないような話もね、今日話していただけるということなんで、今日見てる方めちゃくちゃお得だと思うんですよね。そうですね、はい、盛り上がっていきましょう。そしてですね、今回、皆さんに披露していただいた信じられない話の中で最も良かった話にモーストバリアブル都市伝説を差し上げますので、気合を入れてお話しくださいませ。それでは早速信じられない話をしていきましょう。話す人はこのルーレットで決まるので、順番も完全にランダムです。僕昨日最初に話したんですけど、はいはいはい、なんかね、一番最初が一番やりにくかったですね。確かにね。今日はやりたくない。逆に、なんかなかなか順番が来なくてもドキドキするね。確かに。うん、早く喋らせてくれみたいな。そうですね。はい、でも今日いる人はね、もうずっとそのテレビとかでも喋ってない人ばっかりなんで。確かに。じゃあ行きます。最初やったらもうこれやらせやで。跳ねてる。そうや。おお、最初から腰ということは、選べるということですか。はい、どういうこと、誰から行きましょう。大島てるさん。いや、ちょっとハードルを上げられたら最初はやばいってんだね。いやまあ、あの事故物件のそばにがあると。以上です。ちょっと待って待って、ちょっと信じられない。信じられない。あのね、信じられないぐらい短いし。大島さんがね、よく言われてる説ですよね。はいはい、あ、いや、あの、私は人に指摘されて初めて気づいたんですよ。なぜかというと、その某小型スーパーチェーンの中、ドンピシャではどなたも亡くなってない、それ自体は事故物件ではないので、いくら私自身がサイトを見ても気づかなかったんですけども、ある霊能者の方に指摘されて、まあその方は大島てるサイトをよくご覧になってくださってたんですけど、どうもなんか近くにあるなと。向かいだったり、隣だったり、あるいはその上がマンションになっていて、そこが事件の現場で1階にそのお店が入ってるとか。これたまたまなんですかね。まあ、たまたまでしょうね。でもなんかちょっと良くない気がするよね。そうですね、うん、大島テルに殺害予告した人の家の近所には何があるんでしたっけ。中尾です。、はいはい、あるだろ別に。
まさかじゃないですよ。それは違います。それは、はい。でもまあなんかさ、こう自分でもお店始めようとね、飲食店始めようと思ったら、例えばマクドナルドの近くに出したら成功しやすいみたいに言われるじゃないですか。まあ、マクドナルドですごい徹底したリサーチをするから、すごい顧客のことが分かってると、だそのそばに出すのはいいよって言われてたりとか。でこの前ニュースにまさに話題になってましたけども、例えばスターバックスとかもある店舗同士をこう結ぶとちょうど5行になると、ごぼう線になるみたいな、おだ結界を張ってるみたいなこともあったりする。その関係あるんですか、ね、それね、コメダである。コメダね、コメダが六芒星になるっていう、名古屋はコメダありすぎるから六芒星だね。結構ね、綺麗な六芒星になるっていう。 あれは計算してんじゃねえの、コメダで結界張ってたんだ、ね、そうそうそう。だコメダもスターバックスもなんかそういうなんかあるんですかね、陰陽道的なものに乗っ取ってとか風水的なものに乗っ取って。やっぱ験担ぎってあるからね、うん、やっぱ商売事というかね、うん、確かコメダのコメは、あ、でもあれ八角形か。まあまあでも縁起のいい形ですよね。確かに確かに。さすがにちょっとさっき P 入っちゃったと思いますけど、そうですね、その店舗の近くで事故物件が多いっていうのは、その逆の意味ではね、意図してないと思いますけど、何かあるんでしょうね。確かに。最初から P が入る。やばい。P 入るんですね。最初当てた人間違ってる。すいませんね。じゃあ、いきますか。はい。信じられなかったね、今のね。信じられないですね。いきます。これで大島さん来んじゃない？星2つありますから。おぉそういう日ですね、これは。でも全然星入らなかったので。じゃあ星が当たった時は、戸谷くんが選んでいただきます。そうですね、じゃあ。吉田さん、はい、わかりました。はい、まあ、私あの怪談を収集していますので、毎日のようにね、いろんな体験者さんから体験談を取材しているんですけれども、最近集まっている体験談でとある共通点がある、親と思うのが駅です。秋津駅ってご存知ですか？秋津駅、はい、秋津駅と新秋津駅というのは東京にあるんですけれども、その秋津駅と新秋津駅の間で異世界に迷い込んでしまったという報告が、これ本当に非常に多いんです。はい、そこ通りますよ。よく通りますか？いや、よくじゃないですけど、一、はい、回通ってもずぶ濡れになりましたけど。あ、でも多分それ異世界。多分それ異世界。異世界のずぶ濡れ。異世界か。雨の世界みたいな。大雨です。天気予報。はい、天気の子、天気で、あの西武池袋線と JR で、あの秋津駅、新秋津駅ってあるんですけども、ちょうどあの秋津町というところで、西武線と JR がこう交差するので、ちょうど歩いて5分ぐらいの距離に2つの駅があって、でよく西武線と JR の乗り換えで、そこら辺の住んでる人たちだったり、あるいは西武線使ってる人、その JR 使ってる人が乗り換えることは日常茶飯事であるんですね。で歩いて5分ぐらいの、まあ、昔ながらの商店街の通りがちょうど領域をつないでいるところなんですけれども、例えばね、 A 子さんっていう女性の方なんかは、もう高校生の時からずっとその乗り換えをしているんですね。なので社会人になって会社勤めになってからも、ずっとその毎日毎日行きも帰りもその商店街を通って秋津新秋津を乗り換えていて、でその途中にあるコンビニエンスストアに毎朝寄って、お茶のペットボトルだったり何だったりを買うっていうのは日課になっていたんですね。まあ、F としておきましょうか、はい、その日も、まあ、毎日のような感じなんで、何も考えずにそのコンビニに入って、ガーって自動ドアが開いて中に入った瞬間に、えっと思ったんですよ、はい、入った瞬間のベルっていうのがティントンティントンティントンってなって、その時に初めて違和感の正体に気づいたんですね、うん、いつもだったらティントン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 トンなのに、あれティントンティントン違う、えパッと見ると確かに内装も違う、慌ててパッて外に出てみたら、青い L のコンビニエンスストアになったんですよ。うわ、これえコンビニってこんな一晩で別の店舗に変わることってありえるのって思ったんだけど、まあもう10年以上毎日毎日使ってた思い出深いコンビニエンスストアがちょっとすごいがっかりしたって悲しい気持ちになっちゃって、お茶のペットボトルを買うついでに店員さん、レジの人に、あ、すみません、こちらってご家族の方々が経営されてましたよね、その方たちってもうあの引っ越しちゃったんですかって言ったら、レジの人はえすごい面食らったような顔をして、
何言ってるんですか。うちはここ10年ずっと経営してますよ、営業してますよっていうふうに、つまり違う世界線のところに紛れ込んだ。でこの話を、あのこのコンビニエンスストアが変わったっていうのは他にも2人私聞いてます。その同じ区間で、同じ区間でやば、だったりもう一人の B 子さんっていう人はその商店街を歩いて駅を乗り換えようとしていて、まあスマホ見ながらね、よくないことなんですけど、あの歩きスマホしていたんですけど、パッて顔を上げたら乗り換える人たちがたくさんね周りにいたはずなのに、いつの間にか畑がバーッて広がっている、なんかコンクリートの細い道に自分が立ってて、まあ秋津ってちょっと郊外ですんで、駅から1キロぐらい行けばそういう風景も広がってるんだけど、でも自分あの秋津新秋津乗り換えの商店街歩いたはずなのに、と思ってパーッて見渡すと、まあパーッて畑が広く広がってて、向こうに団地とかが見えて、ちょっと変なのが、あのほらバイパス沿いとかにある大きい看板あるじゃないですか、はい、あれがいくつもその畑に突き刺さってて、でそれに4行ぐらいの文字だけでの広告が貼ってあって、でもそれは何の文字か分かんないですよ。日本語ではない、英語でもない。でもなんかね、強いて言えばアラビア文字とハングル文字を足したようなわけわかんないこう記号の組み合わせの文字で広告が貼ってあった。携帯見ても圏外、なんかやばいわ、どうしようどうしよう、その団地の中に入っても誰もいないわ、どうしようどうしようと思って、その団地の中を突っ切って向こうの方に出ようと思って、その団地の敷地をパッて突っ切った瞬間に音がわーって車が行き交う音が返ってきて、って見たら、まあ、普通に秋津駅の近くのバスロータリーのところに立ってた。元に戻れた、元に戻る。それって明るさってどうなの。明るさは多分ね、ごめんなさいそれ聞いてないな。でもそんなに違和感のない、あの昼間なのに夜になったとかそういうことではないです。なんかね、夕暮れっぽいところに入るっていうんだよね、うん、まあ、そういうなんか悪空間みたいなところに、あ、そう、だんだん暗くなってきたっていうか多分夕暮れだと思います、うん、で、あ、やっぱり音がしなくなるのと、うん、周りに人がいなくなるっていう、うん、それはねなんかやっぱり特徴があるっていうあるんですよ。他に もうピザの宅配頼んだら、その秋津駅新秋津駅の間の家に住んでる人が全然来ないから、ピザのお兄ちゃんに、え、ちょっとなんかもう遅すぎるよ、30分以上経ってるじゃん、いやいや、あのね住所教えていただいた住所のところ何回も通り過ぎてるんです、ないんですよ、えって、じゃあ俺2階から顔出すからちょっとあの見て、見えたら言うから、あ、分かりましたって、お互いこれも良くないですけど電話しながら、ピザのお兄ちゃんもちょっとね、あのバイクをやってたんですけど、で、あ、そろそろその住所の前通りますって言った瞬間に、何もない空間からいきなりピザのバイクがパンって出てきて、ここってなったっていう話も聞いたし、全部秋津駅と新秋津駅の間。いや、なんかあるんでしょうね。でもなんかここ最近そういうパラレルワールドとかさ、異世界とか異次元って多くないですか。なんか古くは木更津駅とかはありましたけども、僕静岡なんで、あれ浜松が舞台じゃないですか。意外とどこの各地にもそういうことが最近聞くようになって、なんか共通しているのは結局駅とか電車なんですよね。やっぱめちゃめちゃ駅電車が多いですよね、うん、やっぱりこう境界なんだよね、この世界と別世界との境界、まあ、特に扉だったりとか駅っていうのはまさにそういった場所で、まあ、いわゆる橋だとか、まあ、そういったのも大体怪奇現象が起こるっていうのは、その異世界との接点、やっぱりこう向こうでもないこっちでもないっていう、なんかゲートみたいなのが開くんだ。それは秋津駅新秋津駅は二重なんですよね。あの駅自体がどこでもない、どちら側でもない狭間の空間なのに、その狭間の狭間が秋津駅と新秋津駅の間なんじゃない。で、あの今時間のところで話せないですけど、まだ他にも4個も5個も6個もエピソード聞いてますから。なるほど。これあれね、なんか皆さんからの投稿でさ、その異次元ゲートマップみたいなの作ったよね、はい、あ、確かに炎が出てるみたいな感じで、なんか異次元の扉みたいなのがあるよね。おしもてるさんの異次元版、異次元版みたいなね。ここで私は迷いましたっていう有識者の会、すごい一個の話みんなめちゃくちゃ惚れるから終わらへんかもしれない、ね、これ全員いけるから2人しか終わってないですから ね。いや、信じられないですよ展開がね。
じゃあ次の信じられない話いきたいんですけど、ちょっとここで、はい、信じられない出来事が起こりました。何ですか？三上編集長がご立腹です。はい、え、はい、さっきまであんなに楽しそうに話してたのにちょっとガソリンが足りないということで、ガソリンスタさんお願いします。ありえなくない？ありえない。でも信じ、ま、とりあえず飾っとこうかなと。似合うね、なんかね。似合いますね。じゃあ次の信じられない話いきます。はい、行きましょう。ね、僕か。東野くんですね。お願いします。僕も、まあ、今異世界の話聞いて、まあ、すごい思い出したことがあったんで、思い出した、まあ、もうまさしく僕当たらんかなって思ってたんですよ。マジで今当たったらこの話話そうと思ったやつがあって、うん、やっぱり、まあ、世の中って多分ここにいる人たちって全員生きにくいと思ってるんですけど幼少期から生きにくさを覚えてきたと思うんですけど、まあ、僕もそうなのよ、僕もそう同じなんですけど、それがですね、やっぱ異世界に行く方法とか、やっぱ人生一度は検索するじゃないですか。有名なのが紙に六芒星を書いて秋田って書いて、これを枕元に入れると起きた時に異世界に行けるよっていうやつがあるんですけど、これを僕3ヶ月くらい試してた時期があるんですね。結構ワンコールちゃうの、やめなければいつか行けるんじゃないのかと。最初の1日目とかは結構ビビってたんですけど、もうだんだん、まあ、3日目とかにお母さんとかにも、なんか、あんた何してんのこれとか見つかりつつ、いや、エロ見てない。そう。うん、これ、ええねんみたいな、こういうの流行ってるから、みたいな、よくわからん言い訳をしつつ、エロ方より恥ずかしい。いや、ほんまに。そういう心配をされながら、毎日毎日そういうことをやってたんですけど、めちゃくちゃそういう異世界にも試してた、まあ、年末があったんですよ。で、まあ、僕年末年始大体友達と過ごすんですけど、これさっきちょっと話聞いてびっくりしたのが、さっきが秋津駅と新秋津駅の間がやばいっていう話じゃないですか。僕石切駅に友達住んでるんで、はいはいはい、大阪の、大阪の、うん、だから後ろに生駒さんとかあって、まあ、結構有名な、まあ、スポットやったりもするわけなんですけど、この石切駅から新石切駅の間にまさしく友達が住んでるわけで、ただ、まあ、僕もそこの友達の家100回ぐらい行ってて、もうめちゃくちゃ仲良かった友達なんで、しょっちゅう行ってたわけなんですよ。だから石切からその友達家行くの道も迷うわけがないんですよ。で、まあ、電車に乗って行くわけなんですけど、じゃ石切駅着きましたと。でこれまさしく時刻が夕方4時半ぐらいやったんですよ。でまあ大体5時ぐらいに着くようにして、でそこから一緒に紅白とか見て、まあ鍋とか食べて年越そうかなって思ってたんですけど、なんかいつも歩いてる道やのに全然今日はたどり着かへんっていう。ただもう本当に何度も行ってるから、なんかちょっと一歩曲がるとこ間違えたんかなぐらいの感覚に思ってて、こっちの方角で合ってるから歩いとったら着くやろうと。で気づいたらなんかもうあれだいぶ歩いてるのに30分ぐらい歩いてるのに着かへんな、さすがにちょっと道に迷ってしまったかもしれんと。じゃ歩いてる人おったら、あ、じゃあ駅の方角どっちか聞いて戻ろうと思って、そう歩いてる人探すんですけど全然いないんですよね。あ、やっぱりそうなんだ。でさらにじゃあなんか喉乾いてきたなと思ったから、じゃあ自販機とかで物を買おうかなと思っても自販機とかすら見つからない。でこれやばいと、めちゃくちゃなんかもうなんだめっちゃ冷や汗みたいなの書いてきて、やばって思ってなんか気分も悪くなってきて、でそのうわ心臓鳴ってきたどうしようって思ってたらなんか意識なくなったんですよ。で気づいたら全然行ったこともない公園に座っとって、えこれどこってなったわけなんですよ。でふとこうやっぱ携帯見たらもう不在着信めちゃくちゃ来てて、うん、でメールも来てて全部友達からやったんですよ。でもこの、まあ、10件以上来てたんでこんだけ電話鳴ってたら絶対気づくやんっていう、でも全く気づかんかったっていう体験したことがあって、まあ、結局その後迎えに来てもらってそのうち合流できたからよかったんですけど、これもしかしたら本当に異世界に行ってたんじゃないのかなっていう話です。信じられんな。でもなんかいくつかやっぱり共通点あるよね。やっぱこう夕暮れとかその人がほとんどいなくなるとか。でその世界に戻ってきた後違いはなかったですか？これがねあるんですよ。でしょ？コエッキースタジオをやっていていろんな都市伝説扱わせていただいてるんですけど、童謡の都市伝説いろいろあるんですけど、
僕マジで初めて聞くなっていう童謡ばっかなんですよだから多分僕の世界で流行ってた童謡とこっちの世界で流行ってる童謡は絶対違うんですよね。夕焼け小焼けの赤とんぼ、知らん曲、知らないですか。本当に当たり前に知ってる童謡知らないんだよね。ごめんなさい、さっきカットした話なんですけど、やっぱりまあ新秋津駅に行く途中に、あれこの風景違う、商店街いつもの風景と違って、お母さんに電話しても繋がんなくてっつって、で新秋津駅も全然違う駅になってる、やば怖って、あようやくお母さんに通じたってなった瞬間に、なんとかホームにパッといたらしいんですよ。瞬間移動して、その女の人なんですけど、突然っていうのが共通してですよ、ね、そう、体験者さんで。であと一つ変わってたことが、その日を境に幼馴染が一人増えてたらしいんですよ。なんか大学の友達が一人増えてて、で周りの友達は、いやそれ昔からあなたの友達だよって言うんです。自分は一切覚えがない。でアルバムとか見てもちゃんとその子映ってるんですよ。自分だけが記憶がない、自分だけ記憶がない。そう、20世紀少年みたいな。そう、あ確かに。って言われて、私はあ、まあでも減るよりはいいんじゃないですかってアドバイスをしましたけどね。すごいね。あでもね、全く同じようなのを尼崎で体験したっていう話を聞いた。尼崎の商店がやっぱりね、知ってるはずなのに、ま、ちょっとなんか違うんだけど、ずっと行っても全然たどり着けなくて、それもやっぱりね、夕暮れの。信じられないね。うん、いやこんだけなんか共通してパラレルワールドに行く話があるっていうのは、なんかもう疑う余地ないよね。そうですよね。はい、次行きますね。おお、ようやく。ナビさんお願いします、はい、この間なんか M 資金テーマでね、やりました。あの M 資金って、まあ、結構騙されたって聞くじゃないですか。はい、あの知ってます、書類があるって。え、とある方、全然違う、まあ、取材というかそれで知り合った方から、あのまあはっきり言ってこれは M 式って呼んでいいんだけども、正式名称は基幹産業育成貯金っていう、ね、もうあの無担保で金貸しますよと、金貸すというかもう返さなくていいですよっていう、もう最低限1億からとか10億とかもう100億でもいいですよと、どうぞどうぞ。で今までにこのね、戦後の日本で、例えば航空会社だとかね、もう電機の大手メーカーとか自動車に乗っても全部このお金で戦後の日本をこう基幹産業で支えてきたんですよっていう話の書類があるわけ。で必要なのは名刺2枚で、あと面接、その面接は指定された日の指定された場所に一人で来てください。でその時に誰か途中までついてきたりとか、たらその時点で、あもうダメですって。でいくつかのただ単純に、ね、志がある人にお金を、うん、もう融資と言いながらもうあげますって話、はいはい、もう額がもう億単位で、うん、で世の中こうみんな騙された騙されたっていうでしょ。でもこの状態から考えると騙されようがないじゃん。もらったものですか。例えばロマンス詐欺みたいなものっていうのは、このお金を差し上げるにあたってまず手付金ってこっちの方にね、これだけ必要なんで、まずここだけなんかやっていただいたらっていうのがつくじゃない。よくありますね、手数料。その時点で構えるじゃない。うん、でもね、本当の M 資金って、ね、違うのよ、メカニズムが。おかしいでしょ、だって、うん、だって騙されないじゃん。まあその復興資金っていうのはね、マッカートだったりとかね、そういう名目だったりするんだけども、システムはね同じ。これね、からくりは100万200万じゃダメなのよ。億10億1000億ぐらいの単位じゃないとダメなのよ。これね、申し込む業態というのはいくつかあって、マスコミはダメなのって。だからお、一応ムーもマスコミだからかなでダメなんだけど、で書類を一式くれてこうやってんだ。例えば10億なんかやったら10億のうちの例えば1億はこれアメリカのもらうものになってて、なんかそういう
約束事だって言うわけよ。おう、ええー、とか、そういうなんか戦後の日本とアメリカとのいろんなこう取り決めがあってみたいな。で、どういうふうな仕組みになっているのか、一冊全部これ暴いた方がある。これもう絶版になっちゃってるんだけど、極秘資金っていう小説があるんですよ。小説、これ小説ね、小説なんだけども、これは固有名詞だけちょっと変えてるけど全部実話だっていう。で見たら、あ、そういうことって。なるほど。その本にそのノンフィクションとしてなんか真実が書かれてる。一応フィクションなわけ、うんうんうん、フィクションっていう手で書いてるんだけど、うん、ガチ本当のことなんだって。気になるね、絶版になってるのがより怪しいよね。これはね、面白いっていうか、もうその人から聞いた話で全く同じ。すごい。結論から言うと、今日の MVT じゃないですか。すごい。いや、さっき言わんといてください。100億借りるでしょ、ちゃんと入金されるのよ。帰るので、いきなり1000億とかなかなか怖いじゃん。怖い。だからとりあえず何億とかで、でちゃんとこう入って、口座に入ってるで、ね、わーいとかなるんだけど、人間ってダメなんだよ。だんだん怖くなってくる、怖くなって、1週間ぐらい経つと、まあ、これ主人公のあれなんだけど、まあ、いろいろ事情があって、ちょっとやっぱりやめるわ。あ、いいですよ、いつでもやめられます、大丈夫ですよって、その声で。問題は1週間経ってるってこと。ちょっと怖くなってきた。1週間経ってるってことは1週間の利子がつくんだ。うわ、いいですよ、元金は普通に戻していただいていいですけども、利子は払ってくださいね。つまり利子ってどれぐらいなんですか。だから金額が大きければ大きいほど、例えば 1% だったら、100億だったら1億返す。1000億だったら10億。怖っ。1日でも利子ってつくから、うん、確かに怖っ。だからでかい金額かすのよ。なるほどね。2000億でもいいですよ。それでも踏み倒せるっちゃ踏み倒せるんじゃないですか、その法律的には。そこなのよ。で、いろいろな、まあネタバレなんで、その小説の方は読んでいただくとして、お酒関係の社長さんがいて、その知り合いの人でやっぱこれ M 式すげえ金が手に入るって言って、その後失踪聞いたら M 式だから、全部きれいなものなんだけども、金額がでかいっていうところがミソ。利子は1日でもつく。これ怖いね。これハマっちゃったら嫌だね、これね。いや、信じられないね、ちょっとね。逆的にも信じられないしな。いろいろこういうふうな M 資金系の詐欺っていうのはいろいろあって、うん、それはね、全部ある一つのところ全部発生したものなんだ、ね、うん、へー。信じられないね。信じられない。お、星ということで、はい、まあ、ということで、じゃあそろそろ松原タニシさんのお話もお伺いしたいです。僕が話さない世界が異世界として成立するのかとヒヤヒヤしたんですけれどもいいですか。はい、お願いします、はい。電車の話いっぱい出てたんですけど、ちょっと僕も用意してたのが電車の話なんで、ちょっと電車の話ばっかりになっちゃうって申し訳ないんですけれども、まあ、神戸市の垂水区というところに住んでおりまして、はい、地元がね。で、そこの、まあ、舞子駅っていうのが最寄り駅であるんですけれども、はい、その舞子という土地がですね、なんかね、ちょっと奇妙なのがいっぱいありまして、例えばね、竜王さんっていうなんかちっちゃい神社があるんですけど、そこに絶対鳥が落ちてくるんですよ。え、バミューダトライアングルみたいな感じで絶対鳥が落ちる神社があるんですね。そう、まあ、なんか地元いろんな変な話いっぱいあるなっていう話を聞いて、で舞子駅の、隣に朝霧駅っていうのがありましたね。でこの朝霧駅っていうのは結構夜行くと分かるんですけれども、その駅の周りが青い街灯だらけになるんですよ。ありますよ。これなんだろう青い街灯って思っていろいろ話を聞くと、まあ、犯罪者の犯罪抑止のために、どこだったらイギリスだったかなんか外国で一度試されたと。青い光は心を落ち着かせる、うん、効果がある。なるほど。だからそれで犯罪者の減らすっていうなんか実験が行われたと思って、
この日本はですね、飛び込み、踏切、まあ、線路に飛び込みが多い場所に、この青い街灯というか青い光のライトをつけるようになったそうなんです。ああ、確かに踏切のそばとか多い気がする。青い。2018年だったな。まあ、最近でもちょいちょいニュースになると思うんですけど、あのガンツ事件みたいな、あの飛び込んだはずなのに消えるみたいな、はい、あれは朝霧駅でも2018年にありまして、女性が飛び込んで、列車が、まあ、接触したはずなのに女性の姿がないっていうのがあったりとかですね。でまたその隣に行くと明石駅というのがあるんですけども、これ明石朝霧の間もものすごい人身事故が多い。青い光のライトがねめちゃくちゃこう 乱立しているんですけれども、で反対側、今の舞子駅から西側に向けて朝霧明石と言ったんですけど、この反対側東側に行くと垂水駅というのがありまして、でこの垂水駅はあの駅の近くに、まあ、垂水墓地というのがあって、でそこに火の玉がめちゃくちゃ出るっていう話なんですよね。でそんな垂水駅も結構人身事故多くて、でさらに、東側行くとですね、塩谷駅っていうのがあって、で塩谷駅っていうのはあの結構ね、なんていうのかな坂道が多くて、国道2号線っていうのがねこうずっと海側に道路走ってるんですけど、道路とその線路がこうなんか並列で走ってるんですよね。で何年か前にその国道2号線を走ってるバイクが、まあ、スピード違反して、で白バイに追いかけられたと。で一回止まって、白バイがあのその止まりなされてて止まったと思いきや U ターンしてあの反対車線走り出したんです。でもうすぐさま対向車とぶつかって、そのバイクに乗ってた、まあ、男性が、まあ、そのままこう宙に浮きまして、でこの線路のなんていうか線路と2号国道2号線の境目にある電柱のワイヤーに引っかかって上半身と下半身が真っ二つ割れたんです。で上半身が、電車側に入ったんだったかな。で下半身は、道路側に落ちてっていう、まあ、っていう事故が起きたりしてて、で、まあ、渋谷駅も人身事故結構あると、はい、他にも。でその隣須磨駅、あの須磨海浜公園、須磨ビーチで有名な須磨駅ですね、うん、でここは須磨区のホームページを見ると歴代人身事故1位みたいなことが書かれてて、DHC みたいな触れ込み、よくない触れ込みですね。1年のうちに128人だったかなが飛び込んだと、ね、記録が残っている。で、須磨も人身事故めっちゃ多いな、うん、てか僕の地元から周りの駅までめっちゃ人死んでるやんと思って、その区間やばくないですか。でこれなんやろうと思って、もともと JR 神戸線って結構東京の中央線の次に人身事故多いとかで有名な路線でもあるんですけれども、はい、特にこの明石駅から須磨までのこの6つの駅、これ明石のあ、朝霧のあ、舞子のま、垂水のた、塩屋のし、須磨のす、これ全部合わせるとああまた死すにゃ、怖っ、めっちゃ怖いそこやばというお話です。何その不幸な俳優作風みたいな、ほんまにやば、信じられない、怖っ、いや信じられないっすね。連続してきました、ね、連続ですね。あ、いいんですか、はい、はい、お願いします。あ、じゃあちょっと短いやつで、はい、あのマッチングアプリってあるじゃないですか、はいはい、マッチングアプリで、まあ、ある男性が、まあ、女性とマッチングして、まあ、大阪のとある飲み屋街で飲みましょうよって言って一緒に飲むんですよね、うん、またすごい意気投合しまして、なんかええ感じになると、うん、ちょっとこの後ホテル行かないみたいな、女性から誘われると、うん、おラッキーと思って、うん、ね、バーから出てすぐ出てすぐのところに、まあ、ラブホテルがあるわけですよね。でもう二人手繋いでええ感じで女の子がこうグイグイ先導するわけです。で入るとエントランスがあって、そこであの部屋番号を選べるパネルがあるんですね、はい、でそこで女の子の方がここがいいって言ってもうボタン押しちゃうんですよね。めちゃくちゃノリノリやんって。でまあそのまま部屋に行ってまあ二人ことをなすんですけども、まあ、ことが終わってから女性がですね、ねえ大島照って知ってるって言うんですよ。そこで、え、何言うの、なんか聞いたことある、自己物件のサイトやって、男の子は男に思うわけですね。ねえ今私たちがいるホテル大島テルで調べてくれないって。怖い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 、まあ、恐る恐る調べるわけじゃないですか。そしたらうわ火の玉のマークついてるんですね、そのラブホテル。うわ、もしかして
なら、その女の子が、ねえ、ここ、タップしてって。で、男は、まあ、恐る恐るタップするわけですよね。そしたら、ホテル何々、903号室、女性が絞殺。まあ、首絞められて殺されたっていうことが書かれてるんですよね。で、二人が泊まったホテル、903号室なんですよ。ここ殺されてるやん。なんでこんなとこ選んだん自分みたいな。ちょっと男が動揺して。そしたら女の子が笑いながら、その殺された女の子、私のお姉ちゃんなんだ。うわ怖っって言われた話。怖っ何それ知られへんな。あの、いろんな意味で信じられなくないですか。そこをなんかお姉ちゃんが殺されたのに、そこにワクワクして押す神経もわからないし。そうですよね。それが大島てるさんだった。え、大島てる自身だったってことですか。え、てるさん自身だったんですか。え、違います。てか、それよりさっきのあーまたシス、なんでこうクロストークなかったんですか。怪しいな。いや、ちょっと信じられないね。信じられないですね。いろいろ信じられなかったね。びっくりしましたね。びっくりしたね。いきます。おお、僕ですか。はい、まあ、今日はあの事故物件住みます芸人さんとか大島てるさんがいるんで、僕ちょっと大阪で仕入れてきたその不動産のお話したいんですよね。え、聞きたいな。僕この前不動産屋さんになんか出会ったんですよ、大阪で。なんか紹介されて、ほう。でその人が言っていた話で、すっごい変な話があって、16年ぐらい前に、まあ、飛び降りがあったマンションがあると。でいわくつきの物件になっていると。もちろん大島てるさんが乗っているそうなんですよ。場所はちょっと教えてくれなかったんですけど、でそこが不思議なことに同じ部屋で4人死んでいると。それは16年前です。同じ部屋でまず4人死ぬこと自体がちょっと違和感があるんですけども、これ共通していることがあるんですよ。死因が全員ベランダからの飛び降りなんですよ。よく首吊りとか、まあ、そういうことはあるじゃないですか、練炭とか。でも全員が共通してベランダから飛び降りてるって不思議じゃないですか。一致してるのか、おかしいですね。そう。でもこれ調べてみたら、やっぱその裏起毛とか水辺の近くとか、まあ、いろんなそういう不安定な要素がある。で例の通り道って言われるところにいわゆるあるので、両隣の部屋は大丈夫なんだけど、そこだけ例の通り道だから、やっぱ不吉なことが起こりやすい。あ、なるほど、そういうのもあるんだと。で、まあ、事故物件って誰か一人が住んだりとか、まあ、16年も経ってたら別にあの記載事項にはなくていいんですよね、確か。まあいろいろ話すと長くなるんですけど、まあ実際教えてもらえないことは事実、現実としてはあると思います。そうですよね。だから16年経ってるし、もうそういうことも一切わからない状態で、でもなんか事故物件としていわくつきがついてて、地元ではあんまりそのいい評価がないから、ちょっと値段が安かったんだって。じゃあそこで、じゃあ16年経ったととある男性が住んだんですけど、その家を見に行った時に霊感が強い友達と行ったんです、たまたま。でその友達がここだけは絶対やめた方がいいと。え、なんでなんて、両隣の部屋よりもすごい日当たりもいいし、家賃も5万円安い。5万円安い。そう、何かあるかもしれないけど、俺は家賃の方が大事やからそこがいいと言った。翌日にベランダが飛び降りてる。契約した翌日ですよ。やばくないですか。やばい。速攻です。で、そう、まあ、そこも事故物件としてまあ乗っていて、で次にあのとあるですね、また男性が単身赴任で来て、単身赴任なんでそんなに高いところに住みたくないと。もうだいぶ価値も下がって、2万円でも借りれるんですよ、月。はい、まあ、2万だったらいいよってことで借りました。でその人はあの事故物件と分かってなかったらしいんですね。うん。でそこを借りた後に何もなかったんですよ。よかったってなるじゃないですか。じゃあ何が起こったかって言ったら、単身赴任って言いましたよね。その奥さんがいるんですけども、奥さんがその単身赴任 の, その先に来て泊まりに、え、いいところじゃないのって言いながらベランダが飛び降りてきた。怖くないですか。しかもそれ、その方が亡くなったちょうど1年後だった。
ですって。やばくないですか。すごい。いや、もう住むしかないですね。住むしかないよな、これは。ちょっと後で教えてください。僕も大島テルのまとめみたいな記事を見るんですけど、同じ場所で2回とか3回って あったりするんですよね。ありますね。あと今の話すごい怖いなと思ったのが、よく、まあ、ウィキペディアもそうなんですけど、事故物件とは何ぞやっていうその説明に前の住人が亡くなったって書いてあるんですよ。で実際には部外者が飛び降り志願者が集まってくる有名な名所扱いされているようなマンションもあるわけですから、入居者かどうかっていうのは本当は関係ないんですけど、今の奥さんのようにですね、この人は住んでる人じゃないんだから言わないとかっていうのがあるのが嫌ですし、まあ、何よりもお隣さんも、え、あの人元気ですよって言っちゃうわけですから、友達が遊びに来て死んじゃったとか、遠くの別居してる家族がたまたま遊びに来て死んじゃったっていうのが、こう隠蔽されやすい、風化しやすいっていう現実がありますよね。いや、トラウマだな。怖いな。まあ、す。お、星が出ました。星が出ましたね。だいぶ終盤だと思いますので、ちょっとこれ言いたいっていう、まあ、多分ちょっと挙手いただけたらどうですか。じゃあ短めので、ぜひ。で今まで話したので思い出した話があるんですけど、あのね、新宿の大久保駅と新大久保駅の間もあるんですよ、これが。あのね、割とあの大久保通りって狭いスパンで大久保駅と新大久保駅、山手線と総武線であるじゃないですか。あそこに地下道があると、秘密の地下街があると、文字通り地下マーケットがあると。実はあれはもともと古くは徳川将軍の脱出のための地下道、抜け穴が、その後旧日本陸軍、あの富山公園ってもともと陸軍の用地なんで、すごいすぐ近くに陸軍の拠点があったんで、陸軍が使った地下道が残置されていて、それが今外国の人たちが文字通り地下銀行、地下マーケット、あるいは銃器のやドラッグとかの売りさばくのに使っているという、まあ、都市伝説、噂があるんですよね。でその入り口どこから入るかっていうと、新大久保の駅の改札を通った目の前に、はいはいはい、まあ、某牛丼屋さんがあって、その居酒屋もあります。半地下的になっているところの厨房のドアを開けると入れるとか、あと大久保通りをずっと行くと大きい教会の地下にファミリーレストランがあって、前は J だったんだけど今は G になってるんですけど、つい最近ね変わったんですけど、そこの厨房から入れる。私どっちも検証しました。どっちもあの、まあなんとなくこう店に入ってなんとなくこう開けたり、あとずっとそのファミレスの方はずっとその一番近くの席にじーっと見て、スタッフの人がガチャって開けるのを見てたんですけど、まあもしかしたらもっと奥に何か続いているのかもしれないなという、まあただのコンクリートの何かそのまあ通路が見えて、地下道が大きい地下マーケットがドンってあるっていうのは見えなかったんですけれども、まあもしかしたら奥に何か続いているのかもしれないなとは思いましたね。いや、でもファミレスの方はバイトできますか。できますね。あ、まあ牛丼屋さんの方もバイトできるんじゃないですか。そうですね。でもそのスタッフ全員知らされてない可能性ありますもんね。隠されていてとか。そうですね。だから二重扉とかでね、はい、あ、そのスタッフルームがあって、はい、その奥にさらにあるのかもしれませんけど。外国の映画とかでよくね見ますけどね。でもね、あるよ。あるんですか。あの、まあ別にその地下道じゃなくてこれあの何隠し扉みたいなのがあったりとか、あと横浜の中華街も聞いた聞いた、すごいたくさん、あのいろんな、とか一時関西からね、あの怖い人たちがこう関東に攻めてきた時に、だからそういうところにやっぱ隠し扉があって、そっからこう逃げるっていうか通路をちゃんと用意してみたいな。新宿はもうたくさんも隠された地下道地下街の噂たくさんあるので、
もう10個も20個もあります、うん、いろんなところにまた聞きたいですね、はい、ね、信じられないね、信じられないですか。多いですね今回。じゃあ都市伝説っぽいもの、はい、はい、まあダッシュババアであるとか、おー、はいはい、ローリングジジイであるとか、おー、はい、ジャンピングババアみたいなのもなんかよく妖怪メーター都市伝説としているんですけど、大阪にはですね、ハサミジジイと山盛りジジイと数字ババアがいるんですよ、はい、でこの3人が同じラーメン屋に出没するんですこっちゃ、これがね、大阪のね、まあ、南波南界隈に5店舗展開する、まあ、ゴールドなドラゴンみたいな名前のラーメン屋さん、24時間営業のラーメン屋さんがあるんですけど、そこで、まあ、僕ちょっと働いてたことありまして、で実際に、まあ、僕夜勤で働いてたんで24時間営業なんで、で明け方になるとそのバイクの音が聞こえてきて、店の前に原付バイクを止めるおじいさんがいるんですね。その人が来たら必ず食べ放題のご飯があるんですけど、新たに炊き直さないといけないとでその原付のおじいさんが来たら、まず食券を券売機で買ってラーメン頼んでラーメンを持っていくんですけど、ラーメンに手をつけずにご飯だけを白いカップ、ね、発泡スチロールのカップに山盛り、ドラゴンボールの悟空が食べるみたいにある分だけ全部入れると。で別にそんな大きいおじいさんじゃないんですけど、もうペロッと炊い上げてもうなくなったよっていう言われるんで、もうすぐに新しいご飯炊かないといけない。これ山盛りジジイっていう妖怪なんですけど、で他にハサミジジイっていうのもいて、ハサミジジイは作業服にものすごいなんか AD さんがつけてるような道具のベルト、いろんなものが入るお道具のベルトに色とりどりのハサミを入れてるんですね。でこの人が来たら後片付けを気をつけないといけないのがあって、まずこのハサミジジイ、ハサミジジイさんが来たらティッシュをそのテーブルに敷き詰めるんですね。でラーメンを頼んでラーメンを食べるんですけど、ものすごい潔癖症なんですよね。お箸を使わないんですよ。自分のハサミでラーメン食べる。意味がわかんない。ラーメンを食べた後もうほったらかしにして帰るんですよ。もう片付けるのも嫌みたいな。ならかなりの確率で血痕が散らばってるんですよ。だ、多分口切ってるんですよ。これハサミジジイっていう妖怪なんですけど、で一番怖いのが数字ババア。数字ババアはこれ僕夜中ね、終電終わって深夜1時ぐらいに一人で掃除から、ラーメン作るのから厨房から全部やらないといけない時間帯があって、でその時間にもう商店街も誰も通ってないぐらいに券売機の前におばあさんが一人立ってて、ずっとこっち見てなんかブツブツ言ってるんですよ。厨房で掃除してる僕を見て、その何言ってるのかなって耳すましたら、三のやんなっけ、三のやんなっけ、三のやんな16って言ってるのね。三の4の16、何の数字だろう、三のやんな16、三のやんな16って言ってるんですよ。だんだん声大きくなってきて、三のやんな16って、おばあさんと僕店の中で2人きりで三のやんな16って言うんですよ。最終的に何々町3の4の16って言ったんです。住所は僕の家やったんですよ。めっちゃ怖かったです。怖っ。それ合ってたんですよね、住所。いや、合ってた。僕が当時住んでた住所を何々町3の4の16。なんで知ってるんだろう、怖すぎるでしょ。数字ババ、数字ババ、なんか霊能者とか超能力者だった方がなんか安心するって。そうですよね。確かに何者かが分からないんですよ。ストーカーかもしれないしね、はい、で僕もまあ動揺して、え、どういうことってなって、ラーメンバチバチャンってなったりしてなってる間いなくなってる。怖い、信じられない。信じられない。いや、これは信じられない。ぜひ24時間のゴールドのドラゴンなラーメン屋さん行ってみてください。さあ、それでは本日のモストバリアブルズ都市伝説の発表です。本日の MVT は松原谷さんの数字ババアです。やった。なんで。
数字ばばでいいんですか。いやもうざっと自伝説ですよ。いやもう本当に、うん、あ本当ですか、うん、浮かばれてると思いますか数字ばば。僕はそのハサミジジイのその後も気になってます。ハサミジジイもずっと口切れてますからね。口心配してますもん。大丈夫かなと思って。口先を女になっちゃう。進化してる可能性がある。確かに、うん、いやありがとうございます。いやどの話も面白かったね。いや面白かったですね。うん、ほんま面白かった。パラレルワールドもやっぱ面白かったし。そうですね、すごい不思議なことにありふってますよね世の中ね。三上さん今回1回しか当たってないですよね。あそうですね、うん、5回ぐらい当たってるかのようなやっぱ知識の広さが全部に口出したとりあえずね。ネタ元じゃないの元々は。すごいね。やっぱ有識者の方が集まるとね、この一つの話でもたくさん深掘りできるので、ね、めちゃくちゃ楽しかったですよね。なんか不思議と話が被るっていうかこう微妙に共通してますよね、うんうん、全然ね我々あの示し合わせたわけでもないのに、例えば今回なんかで言えばやけにお店の名前が出てきたなとかね。あのスタッフさんね、どこに P 入れて P 入れないのかお任せいたしますのでよろしくお願いします。大島健さん、はい、あの小薬さんが静岡ご出身だって聞いたんで、はい、静岡のネタを用意したんですけど、まぁ、ちょっと披露できなくて。聞いたらあったできるタイミングいっぱいあったりする。まあちょっとしょっぱな良かったんじゃないですかそれで。流れ的に、はいはい、もしよかったらまた小安さんの通常会でもぜひゲストにお越しくださいませ。お願いします。で最後はい、いやでも面白いですね、この人の話を聞いてると。やっぱあこの人の話自分これでつながるとか、なんか付け足したくなっちゃうのをぐっと我慢してたら三上編集長がずっと付け足してくれてるっていう。まあずっとやってたいなという、うん、また呼んでいただければ嬉しいと思います。そう、内田さんが一回パラレルワールドに行った時にお母さんとかにずっと LINE とかメールしてても、ずっとこっちは送信記録が起こってるの向こうでは受信できてないみたいな話だけど、昔好きだった女の子すごい連絡しても帰ってこなかったのはそうだったのかなってすごい思う今日この頃でした。ポジティブはい、決してブロックされてるとは思っておりません。というわけで信じられない話またお会いしましょう。ありがとうございました。先に来てるね、待ってるよってメール入ってたんですよ。消された一族っていうのがいるんですよ。二等身くらいの画素数が9ぐらいのおじいさんがいたんですよ。 AI にやっぱ意識があるなっていうのを気づいちゃったんです。彼女3人いるっていうんですよ。でその YouTuber の名前が